お願いいたします。お願いします。マグロ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 マグあ、もういいや、もういい、もういい。2回失敗したからもういい。いいよいしょ。こうして。待って、誰もいない、もしかしてこれ。誰かここで待ちたいんだけど。ほんと？え？あ、待って、濡れるチャンス、濡れるチャンス。よいしょ。こうして。いや、いないんかい。65798。よいしょー。あれ？で、誰もいない誰もいないんだけど、ちょっと待って、こんなことある？もういいよ、押しちゃおう。わお、うぃー、ナイボー。ナイボー、ナイボー。長い初手だったな。これって、マグロって単独勝利じゃないですか。うん。マグロ精査ってありなんですか？なんか3秒止まれよ、みたいな。うん、まあまあ全然好きにしていただいて、まあ、鬼だなまあ強制じゃないだろうけど、まあ、ないよね、うん、あでもその止まんないからって、まあ、自由です。で言ってさ、後半こいつマグロやんってなった時さ、イビゲかゲッサーが処理する流れではあるのか、少なくともイビゲは処理しないと勝てないからさ、うん、なんか逆にそう残してイビゲに処理させるみたいな手もあるだね。どんどん精査しますけどね。いいですよ、全然。マナちゃんがそう。マナちゃんがね、リアクター直さずに踊ってました。おかしい。そうやん、一緒に踊ってたから。とりあえず、ツイッピーで。そう、ダイヤさん。はい、見たし。一緒にハンドル行かないですか、君。よいしょ。はい、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 よいしょ、よいしょ、オッケー。はい、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 よいしょ、はい。いいよ、刃さん濡れたよ。よいしょ。もうどんどん塗っていかないと、これ。よいしょ。はい。人いるかな？いや、いない。誰もいない。誰もいないんだけど、そんなことある？さっきから。浮き放題なんだけど、そんなことあります？いない。待って、マジで誰もいない。え？そんないない人いる？いない人いるって何？よいしょ。はい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 ボタンが光りましたで、うん、俺が停電になる前にアーカイブでトラキさんとすれ違ってシャワー室に入って若さんがメインホール側かな、多分わかんないけど、そこっちに抜けていくのを見送りながら助けやります。で戻る時に停電なってます。で停電視界の中でボンボンが緑色のやつが見えて、一緒にアーカイブに登って、うん、ボンボンが右行ったのかな、わかんないけど、うん、なんかわかんないけど見なくなってて、扉開けようとしたら理想先輩とミオさんかなが見えて、うん、レポート理想っぽいってこと、つまりあよあ理想っぽいってことそうで理想ミオさんがいて、で扉が開く前まではレポートが俺は光ってなくて、扉が開いた瞬間にレポートが光ってるから、開いた瞬間なんだ、うん、後ろで嫌いだってこと。いや分からん分からん、停電視界だから。いや後ろない、アーカイブカメラ網を見てて、ね、開けるん、キサナギさんが扉を開ける瞬間まで見えてて、アーカイブに死体がなかったから多分合ってると思う、証拠右だと思う。ああ、え、じゃあキサナギさん視点ってさ、ペンギンでさらわれて証拠右に死体あるってことでしょ。だからトラキさんって後ろにいたんでしょ、もともと話聞いてる感じだと。後ろアーカイブでトラキさんとすれ違って、トラキさんをアーカイブに置いて俺がシャワーに降りて、ああそういうことね。そうそうそう、ドア、あ、ドア閉まる、まあまあそうね。磯さんは俺とコミュニティで武器庫の方行ったけど、アーカイブの方そこから行ったんです。あ、武器の下とあとハンバーガーだけやって、もう上上がってる左下のタスクないかな。はい、
え、なんで釣りたいから釣る。え、待って待って待って、うん、え、待って、その場にミオさんもいるのに。あ、リソさんボタンよろしく。あ、リソさん、ちょっと直してるよ。ちょっと直してから押してる。タイムやったよし。え、それはなんで、これなんで。え、だってその場にミオさんもいるのに。よいしょ、はい。え、なんで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 。よいしょ、はい。よいしょ、よいしょ、ういー。はい、押したいから押す。押したいから押す。リソさんの話を聞きたい。あ、リソはその武器庫あたりでその八重さんと会ってから武器したハンバーガーやって、うん、もうあのエンジンが抜けてエンジン配線メイン配線ってやって、ね、停電になった時はメインシャワー管の扉が閉まってて、その時に視界の中でボンボンが多分いて、で2人で扉開けてリソ上上がっていく、うん、で超高右とアーカイブの扉が閉まってて、視界の中にミオさんだけ見えてる。で扉開けようとして一回失敗したから画面閉じたら光って、えって思ったらレポートが入ったっていう感じだから、なんかリソに3票集まる理由が全然わからない、そこに複数にいるのに。ボンさんはリソさん見てるんですか。なんて、うん、ボンさんはリソさんをちゃんと視認はしてるんです。してない。あ、してないんだ。見えてもなかったのか。見えてもない。停電しかない、見えすぎじゃないと思った。あ、めっちゃその本当に重なってたから二人で扉開けるときに。ただボンボンの方が若干多分先行してるから、先に開け始めてたらリソのことは見えないと思う。うん、ただ一つ言えるのは、マジでいるんだそこに。うん、いや僕カメラ見ててキサラキさんしか映ってないから何言ってんだろうと思ってたんだよな。ボンさんはスターだから、スターは性の意見でしかないよねって思っちゃうけど。あのさ、あ、一応僕トラキさんを最後に見たのが確かね、除染室に入っていくときで、後ろからミョウミョウが来る感じで行って、エレキ、バイタル、貨物って抜けて、マナちゃん立ってるから、マナちゃんは切れないって言えるぐらい。はい、先に配電盤までついてる。後から電線切る。シキートは右で見てないから、あ、左かな。あ、そう、左だと思うんだよね。逆にシキートの方が詰まる説はあるかな。シキートキルは弾ける人結構いるよ。ミョウヒアルマナあたりは弾けるんじゃないかな。はい。エレキで見てる。若さんはどこだっけ、エンジンの給油までは死体がない。エンさんもシキータの給油できない。あ、これでもまだ入る。え、ミオさんの話とかは聞かなくて大丈夫ですか。俺は今日スキップしたやけどな。もう、ね、俺も今回はスキップ。めっちゃ入れてる人黒いと思う。タイムやったよし。え、これさ、あれはあれマグロ逆になんか変な位置じゃない、なんか開けた、開いたか開いてないかレス正直最後分かんなかったけど、よいしょ、そこね光ったならマグロもまあ一応ある説ある。てか2人しか濡れてない、ボンボン濡れてなかったんだ。でリソはこれ以上浮きたくないかな。よいしょ、あい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 はいはいはい、あ、あ、オッケー。いや濡れてるんだよな、ウェイ。あ、こけたんだっけ。ゼラギね、エンジンで給油してた、停電になった瞬間、あ、バイタル情報、あ、違う違う、エンジンで給油してるのを見て宿舎金庫に入って終わりだから、割と最近のキルで移動経路もそんなに何遠くまで行けない。ほな、リソさんはそれ無理。リソさんが刃は貨物側だから無理だね。そうだね、同じくそれが言えると思う。停電前にマナちゃん武器庫から武器庫上がっていくマナちゃんとすれ違ってるから、うん、マナちゃんの話が聞きたい。私は停電展望デッキで最後右から2番目が上がるのを見てる。今キッチンかな。私はそのままコックピットダウンロード終わって真ん中ぐらいまで歩いて終わり。お互い弾けないかな、じゃあかな。うん、でも配電盤直るとこ見えてるんだったら、キサラキさんそこまで絶対行けないから、行けても武器庫ないで終わりかな。キサラキさん停電になってから結構あったと思ってるけど無理そうで大丈夫。いや、私キッチン入ったところでまでしか行けてないよ。 2、3歩入ったぐらいまでしか行けてない。でも配電盤情報は合ってるのわかんないんだけど。あ、そう、そうね、まずそこ一番最後右から2番目が上がった。右から2番目は合ってる。あ、じゃあまあむずそうだなって思うけど、ここまで移動できないと思う。え、でもマナちゃんさっきのやつどっちもできないと思ってるんだけど。あ、そうそうそう、だからマグロ事故死とかじゃないと。あ、ない、給油普通にやってるから絶対そこらしない。あ、違う違う、さっきの2キルのどっちかがじゃないといけなくなるから
マナちゃんじゃないと思ってるけど、あるとしたらシキトの方だね、これは、うん、あマグロ氏があるとしたら、あそうそう、トラキさん確かに女性普通にやってたから、マグロ氏があるならシキトだけ。どうするこれ、サラギさんキルをできる人とかいないんですか。うん、全然俺は分かってないけど、私レインさんがマグロに見えてるからマグロしないと思ってるから洗いたいけど、うん、俺はねリソマグロかなって思ってるけど、ボタンいきます、ね、リソソマグロはな、ないね、普通にマグロですね、あオッケー、焦った方がいいですよこれ、うん、タイムやったよし、そうなんかマグロ候補めっちゃいるな、ダメだマグロ否定ができない、さっきからなんかずっとぼっちゃわけな、よいしょ、え僕マジ誰もいないんだけど、はい、よいしょ、あダメだ、もう怪しいぐらいに塗りに行かなきゃ無理かな、無理だよね、はいはい、あれマナちゃんってもう塗んなかったっけ、気のせいか、わ今絶対長かったなりそう、よいしょ、はい、ありがとうございます、ナイス、ありがとうございます、磯さんマグロないって確かにも言っときますね、うん、整理したいんですけど、うんうん、八重葉くんからリソに弾けるんだっけ、あれあと電員から電員弾ける、電員さんか、電員さんから弾けるのね、初手キルは特には弾けない、むしろ怪しいと思っている、うん、磯さん移動速度速くねって思っちゃう、初手に関しては、うん、さらぎさんはね確実に切られてる人だと思うから、多分そこで話したくて、実時点で、ハイレマン情報合ってるんだったら若は無理で、実時点僕より前にいてボタンに押してるからミオさんも無理、ミオさんも無理なんだ、あそう、あのボタン押してる人で、あの僕ほんと金庫の扉開けて金庫に入って終わりだから、ここまでいけない、ああああ、うん、でキサラギさんをエンジンの給油に置いてヒャル君が金庫ってことだよね、あそうそうそう、宿舎の扉下右開いてて左開けて金庫入って終わりだから全然移動できないんだよね、キサラギさん自身が、うんうんうん、あれ店員さんってどこにいたんだっけ、僕は診察で刃リソとすれ違ってエレキシャワーで覚え芸入力して終わり、うん、届かない、2人からも届かなそうだよね、それは届かないね、うん、だからマナちゃんの視点ってさ、ほぼ理想若か美容若じゃないの、ね、なんかシンプルにヒアル君がなんか怪しく見えちゃうけど、あ、まあヒアル君もあるね、うん、で初点で左のキルを取れるのがさ、マナちゃん来る若い場しかいないんじゃない、えなんで、あ僕ゲッサーなんでぶち抜けますよ、あ僕殺す、あ僕殺されたらマナちゃんも釣られますけどね、あなるほどね、全然でもさ、ヒアル君がいなくなった結果私は理想若を追えばいいのか、あれもう一人なんだっけ、美容ミオワカリソワカって言ってたね、デイさんは、まあ、僕からそれ2人に白出しちゃうんで、あ、じゃあ打ちますね、クルで、あまずいなぁ、じゃあまずいなぁ、出方が強いですね、デイさんはマグロだ、どうでしょうね、だなさよなら、タイムやったよし、おーやばい、待って、あと2人、あと2人、あと2人、いやー塗ってるんだよなー、あとボンマールさんとデインさんか、デインさんはなんかちょっとマグロ疑惑があるならなんか自爆してくれないかさ、いやここまで来たら多分ミーティングで誰かタスクしてるでしょ、よいしょ、あ通り越しちゃったよ、通り越しちゃったよ、これデインさんに塗るのむずくない、はいよいしょ、よいしょ、これ塗れてないよね今、あとギリ1秒ぐらいあったよね、よいしょ、はい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 、あ濡れてるんだ、よいしょ、はい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 、リソボタンないよ、あでもなんかてかここリソのもう手下しかいない、あ待って若ちゃんもいるよまだ、あら最悪なんだけど、星が死んだか、え今ミーティングに3人いたよね、ヤイバデイン、あとヤイバデインリソ、うん俺できる、できない、ヤイバさん無理だと思うよ、私最後しょあの宿舎前のはしごで八重葉さんとすれ違ってるから八重葉さんできないと思う、うん、てかボンマル死んだから俺あれだわあでもさすがにさマグロして入れてくれるよね理想とかが、あ絶対マグロじゃないデニーさん、そうだよね、俺マナちゃんの前だけマグロのふりしてたんだよずっと、ミオ、うん、さん釣って終わりじゃない、ミオ、うん、さん釣って終わりでしょ、違う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 、えだってえじゃあミオさんどこ行ったの最後、今ですか、今今えエンジン脇こ、じゃなくて今どこですか、はい、今エレキです、えでもえ、まあ、さあの八重葉さんの最後のキルは私が絶対に否定できて、うん、宿舎前の下の扉が閉まってるからもう絶対無理で、
リソデイン刃でもう中盤ぐらいからキルク開けてからって否定取れるんでしょ。キルク開けたら、ね、リソは無理だね。無罪もミオさんで終わり。あ、じゃあ若さんで終わりのかな。いや別にわあ、でもミオさんは私を対抗に出すしかないと思う。ないよね、だって一番最後にミーティング入ってきた人物が若さんだから。うん、そうだね。ボタンがあと1回分だけあって、あ、ただあれか、絶対終わる。え、立証絶対に終わらない。え、嘘、終わんない。え、まあ終わんなかったら押しに行くのか。いや、私落ちる、私落ちる、私落ちる。押しに行く。そうそうそう、若さんしかないから、若さんがインポスターだった時は俺たちはもう死体探ししかできない。うん、そうだね。だから今回の取れるのがそもそも若さんかみよみよしかいないから、うん、ボンちゃんは宿舎脇で下に行ってるから、まあ左側にいるだろうなって感じではある。私はドア状況から刃さんから金庫から出てきてるって思ってほしいから。あ、まあでも金庫からだったら弁当で全然あるからあれだけど、うん、まあそれはあるっちゃあるけど。マジで終わらない。若さん入るのマジ終わらないです。え、若さん入れてるの誰。え、マットいるんじゃないの。だからえ、いないでしょ。ああ、そういうことか。ちょっと待って、ボタン行くわ。はい、見よっとよし。あ、マジ。あ、でも若ちゃんが連れてないからダメだ。え、待って待って待って、これなんかサボ入んないかな、サボ入んないかな。ちょっと待って、これワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ。ちょっと待ってよ。はい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 。あ、理想じゃない、理想じゃない、安心して。あー、無理だ。ごめん、一個だけ言っていい。今私ボタン押しに行ったんだけど、理想の映画めっちゃ追いかけて。あ、理想ボタンないから押してでずっと追いかけてた。だってこれこの上さんにはもうボタンないんだよ。うん、若さんしかないから。で、今のでボタン回数的にも全部ないから。うん、でもそれってじゃあリソネーミーティングに来る意味なくない。あ、あのね、宿舎分けしたからもうあの遠いから出しが、宿舎分けだと思っちゃった。あれ、リソ宿舎分けじゃないっけ。分かんないけども、とりあえずエンジンから宿舎。いや、宿舎では空いてる。いや、まあいいけど、うんうん、まあいいんですけど、するしかないんだよな。パスク無理よ。昨日のやつを洗いたい。え、俺とリソさんが一番最初にミーティングにいた。だからもう絶対にない。ヤイバさんは途中で来て、俺はなんかカードタスク終わったらヤイバさんいたぐらいしかの認識じゃないけど。うん、じゃあヤイバさんなの。いや、最後のキルは無理だと思うけどな。俺からも理想店員は無理よ。もともと上にいてた人から、うん、だからここ2人はなくて。でも若ちゃんからヤイバさん絶対無理って言ってたもんね。いや、ごめん、無理だと思ってた。そうだよね、思ってた、うん。だから1キル目がマナちゃんになるの、これ。トラキさんがマナちゃんが切ってて、証拠機右で切ってて、もうちょっと早く死ぬのか、うん、俺が思ってる。いや、それはおかしくない。デインさんからマナちゃんを白出してる。いや、違う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 。時系列的に無理だと思ってたんだけど、うん、なんか説明をつけるのはそれしかないんだよね。じゃないなら、証拠機右で切ってるのがインポスターで仕切りとかマグロしかないんだけど。もう純粋にさ、リソが切ってるはないの。いや、まあ、でも無理やろ。ないない、今回が無理。今回が無理。え、もうじゃあ、ヤイバさん、わかんねえ。でも、俺無理でしょ、若さん目線。ワンチャンあるじゃん。いや、知らない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 だってこうなった以上私撤回するしかないもん。ボンちゃんが最後昇降機した開け、昇降機したって今閉まってたっけ。これさ、一つ言って、うん、そもそもさ、さっき3人になった時点でさ、どうなんだよ、それおかしい。多分ね、多分ね、多分ね、マットかアーソが残ってるからずれないんじゃねえと思ってるんだよ。タスクするしかないんじゃない。いや、無理でしょ、こんな。あ、これ負けです。私マグロです。じゃあどっちじゃ負けやん、これ。そうだよ、タスクやるわ。タイムって、え、これインポスターかな。お、そうだよね、ほら。よくマグロ生きてたな、そこまで。俺が人外や、人外行きすぎ、人外が多い。おーしー、いや、勝てたと思ったらアーソが残ってたのか。クソ、そうか、トラキさんと俺って女性に多分出てそんな差ないんだな。で、そのまま死んでんのか。そうですね、ほぼほぼ。だから時系列が僕が思ってる前に死んでるんだな。え、すげえな、めっちゃ生きるじゃん。やったー、ラリアットされました。全然白やと思ってた。え、やた、普通にワナちゃん、なんか初日にマグロ死んだんかなとしか考えてなかったな。なんかね、人外、うん、すげえ、どうやって来たんだろう。イビゲに俺をマグロで打たせようと思ってマグロのふりしてたらマナちゃんが引っかかった。最悪マジで。ちゃんと人外やったじゃん。ちゃんと人外やった。